浅村秀人選手でございます。お願いいたします。現在の方式をお願いいたします。熊代正人選手です。お願いいたします。はい、それでは5、4、3、2、1、どうぞ。お願いします。ありがとうございます。ファルマン通りに3基の、街路とそして6基の大型アーチにそれぞれイルミネーションが点灯いたしました。お願いいたします。自己紹介一言ずつ。僕はやっぱり自チームである栗山選手を目標にしてます。栗山さん の、 その打撃センスというか打撃への そのこだわりっていうのはすごい真似したいなと思いますし、まあ、僕もああいう選手になりたいなと思うんで、はい、栗山選手です。僕は中島さんですね。もう毎年言ってるんですけど、はい、もうなんていうんですかね、憧れの方が強いというか、はい、なんか一緒にいて勉強になります。僕はやっぱり守備をまず、見ていただきたいのと、まあ、来シーズンは、まあ、スイッチヒッター2年目ということで、まあ、左打席の方もやっぱり期待して見ていただきたいなと思います。はい、そうです、まあ、フルスイングっていうのもありますし、今年1番打たせてもらってやっぱり来年も、1番打ちたいなと思ってるんで、はい、まあ、自分も頑張るんで、はい、応援してください。見てください。はい、野球以外の質問ちょっと、させていただきますのでよろしくお願いいたします。もし野球選手じゃなかったら、なんでしょうね、僕あんまり勉強とかもできないんでどうなってたかわかんないんで、もう野球しかやったことがないんで、野球が好きです。じゃあもう野球一筋。はい、僕は芸人を目指してたかもしれない。本当ですか。はい、自分で言うのもあれなんですけど、ちょっと人を笑わせるのが結構好きだったんで、小さい頃から関西弁でね、はい、なんで多分、はい、芸人目指してると思います。本当ですか。まあ、毎年言ってますけど、もう来年こそは日本一、自分の成績よりまず日本一を考えて、やっていきたいと思いますし、その次にやっぱり、今年自分の中ではいい成績ではなかったんで、もっと、成績を上げれるように頑張ります。僕は、浅村と、秋山さんには負けたくないので、まあ、なんとかこう3人で若手3人でこう引っ張りたいっていう気持ちがあるんで、まあ、来シーズンは、まあ、常にこうスタメンで出れるように、頑張って、まあ、3人で、ライオンズを引っ張っていって、それで優勝をしたいなと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。これをもってトークショーの方を終わらせていただきます。ありがとうございました。お並びください。今日は本当に、僕も東野さんもそうだと思うんですけど、非常に楽しみにして、待ってたんで非常に楽しかったです。来年こそは、優勝してこういう、イベントができるように僕たちも頑張るんで応援よろしくお願いします。こんなに、僕たちのためにたくさん、集まっていただいて、
すごい嬉しかったです。やっぱり来シーズンもっともっと頑張ろうっていう気にもなりましたし、まあ、やっぱりみんなと、優勝の歓喜を、味わいたいと思うんで、また頑張りたいと思います。熱い声援またよろしくお願いします。ありがとうございます。浅村選手の村前田販売中です。ごめんよろしいですか。5と6じゃないですか。はい、いいですか。はい、はい、はい、お疲れ様、一点限りです。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。こちら3点です。じゃこれ、はい、ありがとうございます。8000円の8000円、足元ご不要なんですか。はい、これからもよろしく。